こんにちは。ケトラハウス2号機、その後の状況でございます。ほぼね、骨組み完了いたしまして、こんな感じで床サイド、まあとりあえず私が仕上げるのは、内装はここにあのベッドか、500幅でベッドをこしらえるまでですね。あと外装、内装においてはそこまでで、外装はこれからまた材料を仕入れて仕上げます。こんな感じで、あのひ弱なやつがね、もう全然びくともしませんよ。こんな感じで車ごとね、ゆらゆらしてます。あと細部をね、まあこの隙間はこのぐらいでいいかな。まあ、車によってね、この形状が若干違うのと、このヒンジフックか、煽り止めのフック、この位置がねちょっと当たりそうなんでね、この車種によって、まあこれもここまでずらしたらもう少しね、これ後ろがすくようになる、後ろにずれるんで、この間ちょっとすくようになるんですけど、それとこの鳥居の角ですね、現状ちょっとね、これをクリアするとこの天井の空きがあんまり空きすぎるんでね、この部分だけちょっとね、かっこいいいうか、こんな感じで袋にして、中にね収めようと思います。これだとね大体このぐらいかな、仕上がりが。ということで、あとこの角度は、このまあこのアンテナもね、多分メーカーで若干違うんでしょうけど、この角度で、アンテナ干渉専用に、この辺りでねカットします。まあサイズ的には、私のこの1号機とほとんどサイズが一緒で、まあ、この切り替えがねないのと、ここをね、なんかちょっと開けておりますけど、まあ、ここはねジャッキアップするのに使うそうです。ここにね釣り上げ用のフックというか、まああと、ジャッキアップするためにね、ここにパイプ立てるんで、それの止めをここにつけたいと思います。そんなとこかな。ほぼねこんな感じで、仕上がってきてます。窓の方もねクリアにしました。まあ中覗かれるのもなんやけど、まあそれはカーテンすればええんでね、運転するときね、両サイドをちょっとねチラチラね、透明は確認できるんで、透明からする方が、はい、んで透明にしました。そんなとこで、これからです。仕上げまた材料を工面して、行きたいと思います。